東日本制覇の旅。青森県を出て岩手県盛岡、秋田県秋田、山形県庄内地方と南下し、新潟へとやってきた一行。そして我々は日本の中部へと入っていくことになる。途中の新幹線で福島は巨漢落語家にとある情報を耳打ちした。ガリガリじゃなくて、トラクション、次の越後湯沢って駅、有名な温泉とか結構あるんですよ。聞いたことは歌にもなってるもんな。はい、俺の独り言として聞いてもらいたいんですけど、越後湯沢の駅中に温泉が出てるんですよ。え、銭湯とかってこと？まあ、温泉があるんです。そこがどうやらなんか新潟の日本酒を入れた、ふんわりと日本酒の香りがする温泉らしいんですね。酒風呂気持ちよかったっすね。よかった、うんうんうん、のぼしちゃったよでもさ、あのいろんな効能があるんだけどさ、はい、最後にさ、育毛の促進ってやってたんだよ。育毛の促進、こういう話入ってた人たち全員ハゲてた多分別の子あ、逆の方セクシー。あ、ソフトクリームだ。おー、食ってきますか。長野です。やば、でかっ。ちなみにトラクさんは、お戻しは鶏肉ですよ。鶏肉のあの唐揚げ、タレのやつ。ああ、そう。あビーフ、命拾いしたな。お腹はプニプニですけどね。心を下から通ると立体感が出る。トラクさん、お茶の水につきました。これからホテルに向かいます。お前、人が今漏れそうなのにそこで撮るのか人がだよ。いや、トラクさんが漏れそう漏れそう漏れそうは関係ない。もうコンビニ入ろうとしたらお前こっちでコース、まあ、ホテルでね、まあのんびり入ってくださいよ。あのトイレに早く入りたいよ俺は。どこなのホテル。ホテルこっちです。やばい、あ、やばい、余震が来た。えへへ、余震が来たさ。繰り返して撮ってないよね。撮ってないですよ。ちゃんと移動してるでしょ。はい、トラクさん、ホテルです。どこですか。あー、ごめん、アパホテル本当に